動画で学べる歯磨きの仕方についてお話をしていきます。今回お話しすることはですね、まず一つ目は、これまでにですね歯磨きに関する動画を3本上げてきましたけれど、そこでお話ししたことに触れながら前回までのおさらいをしていこうと思います。で、次にですね歯磨きの実際についてなんですが、実際ですね動画をご覧いただきながら、どういうふうにやっていくのかっていうことを解説していきます。で、最後にですねこれまでの歯磨きに関するお話を総括していきます。それでは本題に参ります。まずはですね前回までのおさらいですが、歯磨きを行う前にですね歯磨きの前の準備を行っていただくとよろしいかと思います。僕がお話しするのは簡単5ステップについてですが、まずはですねいきなり、歯ブラシをお口の中に入れるのではなくて、お顔を触る練習をしてあげてください。で、お顔を触っても嫌がらなければ口周りを触ってあげる。で、口周りを触っても問題なければ唇をめくってあげてお口の中をチェックしてあげてください。で、その後歯を実際に触ったりだとか、一番綺麗にしたい歯と歯茎の間を触っていくんですけれど、この歯を触ったりだとか歯と歯茎の間を触るときには、これもですね最初は指から始めて次にガーゼをやってあげて、それでも問題なければ歯ブラシを使っていただくっていうふうにしていただくとよろしいと思います。で、次にですね歯ブラシ自体に慣れてもらうことが大切なんですが、歯ブラシに慣れてもらうためにはですね歯ブラシ自体にいい香りをつけるだとか、例えばおやつを歯ブラシにつけてあげるですとか、またはですね歯磨きペーストをそのままつけてもらって歯ブラシ越しに舐めてもらうっていうふうにしていただくと歯ブラシに慣れてもらうのが早くなると思います。で、次にですね歯磨きを始めていく場合には食事中に行ってくださいっていうようなお話をします。食後に歯磨きを行うのが一番いいんですけれど、まずはですね歯垢が歯石になるのには2、3日かかるっていうことを覚えておいてください。そうすることで今している歯磨きは昨日までの歯垢を取るっていうようなイメージで歯磨きを行うことができると思います。ただ慣れたら食後に行っていくことをお勧めしておりますので、順序よくですねやっていただくとよろしいかと思います。ですので歯磨きを成功させる鍵としては歯磨きの前の準備と歯ブラシに対する慣れですね、あとは歯磨きを行うタイミングをしっかり考えながらやっていただくとよろしいかと思います。次にですね歯磨きの実際についてなんですが、歯ブラシを使える段階に来たらじゃあどういう風な順番でやっていくのかについてお話をしていきます。まずはですね歯のチェックです。口の中のチェックをしてあげてください。歯茎に赤みがないかだとか腫れがないかっていうのをチェックして、歯磨きをしてもいい状態かどうかっていうのを、まずは把握してあげてください。で、その後はですね歯ブラシに、おやつをつけたり歯磨きペーストをつけることで香りをつけてあげてください。で、そこで歯磨きを始めていきます。最初はやりやすい犬歯からやっていくことをおすすめですね。で、少し歯磨きをしたら、ご褒美をあげるっていうような順番でやっていただくとよろしいかと思います。歯磨きもですね、お座りだったり待てと同じで、トレーニングをしながら3秒我慢できてた子が5秒できるようになってというふうに徐々に時間が伸びていくと思いますので、ゆっくりやってあげてみてください。実際動画をご覧いただくと、まずはですね口腔内の状態をチェックします。歯茎の腫れがないか赤みがないかっていうのをしっかりチェックしてあげてください。で、歯ブラシに慣れてもらうためにですね歯磨きペーストでもいいですが、おやつをつけてあげることをお勧めします。お皿に先に出しておくと便利ですね。やりやすい犬歯から行っていただくことをお勧めします。まずはですね歯に当てる程度からですね、嫌がるときには、首を後ろにのけぞるなどのサインがありますので、理想はその直前まで歯磨きを行っておやつをあげるっていうのが、いいと思います。で、いよいよですね歯と歯茎の間ですね、無理はせずに少しずつ我慢してもらえる時間を伸ばしていかれるとよろしいかと思います。で、反対側も同様に行っていきます。いきなり僕は歯と歯茎の間をやってしまったのですぐ嫌がってしまったので、まずはご褒美をあげて、大丈夫だよということを教えてからもう一度歯と歯茎の間をやっていきます。このようにですね上手にご褒美を使って気分よくやってもらうのが長く続けるコツだと思います。歯磨きの総括ですが、やはり大切なのはですね歯磨きを行う前の準備、歯ブラシに対する慣れですね、あとは歯磨きを行うタイミングがとても大切になってきますので、まずは今回お話しした方法でやってみてみてください。で、次にですね歯磨きはお座りや待てと同じですので、トレーニングが必要です。どういうことかと言いますと、基本的に歯磨きを頑張ってもらうで、褒められるで、褒められることが嬉しいですので、じゃあ次また頑張ろうというふうに無理のない範囲でこのサイクルを目指していただくことがよろしいかと思います。
やはりですね、最も大切なことはできるだけ長くできる方法、その子に合った方法で歯磨きをしてあげることが、よろしいかと思います。これからですね、まだまだ5年、10年、15年、20年、その子には長生きしてもらわないと困りますので、その間ずっと歯磨きを継続していくためには、今日だけ頑張るってわけではなくて、この先長い間ですね、飼い主さんもその子も、できるだけ長くできる方法でやってあげられるとよろしいかと思いますし、お家でやっていただきながら、時々は動物病院で定期検診を行ってですね、今のお口の中の状態、歯垢、歯石の状態をしっかりチェックしていただくとよろしいかと思います。で、あとはですね、一人で頑張りすぎないでですね、場合によってはご家族の協力を求めたりですとか、時には動物病院の先生に相談をしていただいて、作戦を立ててもらうことをお勧めします。その子の犬種だとか年齢とか、例えば将来なりうる病気っていうのはそれぞれ異なります。で、動物病院の先生であれば、この子はこういうことが起きる可能性が高いので、じゃあこのタイミングで歯をきれいにしてあげましょうねというようなお話をいただいたりだとか、実際に歯磨き指導をしてくださる先生もいらっしゃると思いますので、ぜひ一度ご相談されるとよろしいかと思いますし、やはりですね、一人で頑張りすぎないっていう考え方もとても大切で、例えば糖尿病でインスリンの注射を打っている方もですね、皮膚炎でシャンプーをよく頑張ってくださっている方も、できるだけ長くできる方法を、動物病院の先生とご相談をした上でですね、決定していただくとよろしいかと思います。まとめです。今回の動画は、歯磨きの仕方を動画を用いてお話をさせていただきました。まず一番初めにお話をしたのがですね、前回までのおさらいを行いました。歯磨きを上手に行うためには、その歯磨きの前には準備が必要ですよ、簡単5ステップがありますよっていうのをお話をしました。で、その後歯ブラシに慣れてもらったりだとか、歯磨きを行うタイミングもしっかり考えていただくことが大切ですねってお話をしました。で、次にですね、実際歯磨きをしている動画を用いながら説明をさせていただきました。はじめはですね、歯磨きをする回数よりもおやつをあげている回数が多いかもしれないですが、それでもいいですので、はじめはゆっくり上手に褒めながらですね、場合によってはおやつを使いながら正しく行っていくことが大切ですねっていうようなお話をさせていただきました。で、最後にですね、歯磨きの総括についてお話をさせていただきました。歯磨きはやはりずっと続けていただきたいですので、大切なのはですね、飼い主さんもその子も大変ではない方法で、できるだけ長い期間行える方法を、その子に合った方法を見つけてあげるとよろしいかと思いますよっていうようなお話をさせていただきました。で、またですね、上手に歯磨きできているご家庭でも、定期的にですね、かかりつけの動物病院の先生にお口の中のチェックをしていただくとよろしいかと思います。今回の動画は以上です。それでは失礼します。以上、MH チャンネルでした。